さん。おはよう。朝早いって。もう。あの、ただの撮影じゃなくて。いや、撮影って言われたからメイクしてきたけど、マジで朝早い。何？あの、まあ、ダイエット期間中っていうことじゃないですか。まあ、一応。いや、私結構頑張ってるけど。あの、何？今日は走ります。え、待って、走るってすばしり？すばしり？あの、坂道ダッシュとかやってるやつ？うん、普通に走る。なんか、やるわ。え、走るの？走る。そっちで行くか。はい、行きましょう。それ、これ撮りながら行けんの？うん、それはちょっと遅いからさ、余裕。じゃあ、ボール置いてきた方がいい？うん、置いてきた方がいい。地図チャンネル。あ、どうして？海沿い。今日はあの海沿い来てるんで、そっから今日ね、このなんか広い公園で公園に呼ばれたと思ったらさ、走るとか言われてさ、でなんかちょうどサッカー女子がいっぱいいて、いっぱい声かけてもらって嬉しかった。え、多分最大、うん、往復してんの？そう、往復しかよ。結構でも頑張ったね、頑張ってんだけどね、ダイエット。食事制限で言ったらなんか私的にはしずが食事制限してるの辛いのよ。あのだって目の前でポテト食べるもんね。違う、かわいそうじゃん。なんかだったら運動すればよくないっていう話になってくんで、カメラ回しながら大丈夫。まあでも今日トレーニング日和なんじゃないかな。なんかそのイメージ的にしずってフットサルとかさ、うん、大会参加してもさ、うん、すぐさ息切れてなんか休憩したいとか、階段もね、そう、なんかさイベントとかでもさ、せっかくファンの子が一緒にフットサルしようってなってんのになんか疲れたいとか。それでなんかただのファンのサッカーイベントみたいになってるからしずいない。だからなんかそういう時のためにも体力ってまあ必要だと思うの、はい、これからね、はい、サービスする上で、はい、いいからねっていうこと。あ、そういう感じ、もう始まるって感じ。そうだよ、走ればいいでしょ。走ってる動画なんて作るやつがない。難しいね。大丈夫、走ながらって。そうだよね、いいよ、切ってマジで。いや、動画魂。うん、それか。普段走ってない。ゆっくりだときついよ。大丈夫？いや、そうそう。大丈夫じゃないでしょ。じゃあ、ハッピーにしよう。あの今往復地点たどり着いたんですけど、あの遅いっす。この子は本当にサッカーをやってたのでしょうか。もうやばいって。あの歩いてついてこれるスピードなんですよね。こうやって私今歩いてるんですけど全然遅いです。今早速、まあ私のペースで走っていくので、皆さんついてきてください。 DJ ロンスキーリミックス。おかしいです、中車さん、おかしい、登ってました。あのですね、このように遅いので、そうですね、早っ、おかしくない、早すぎない、普通に。もうやだ、こんなんなるため女性インフルエンサーになったんじゃないよ。
女になるためにサッカーインフルエンサーになったんじゃないよ。で見て素晴らしい景色。もうちょっとでゴールです。もう無理、全速出る。着いた、疲れた、髪やば。着きました。うわっ、まだ走ってます。やばいっす、きつい。もう全速出る。あ、さあもう全速出る。私やば、早っ、ふざけすぎ。ふざけすぎなんですけど。え、全部乾燥言えないぐらい疲れ、吐きそう普通。なんでそんな早いの。叩かれろって感じだよね、本当。いや、演者置いてさ、びっくりした。私の歩く速さ、これがリアルです。喋んなくなります。私もずっとやってなかったけど、運動を想定より下だった。だってさ、私さ、試合中うまくサボるんだもん。うまくサボる人で有名なんだもん。試合のために走ってるの。ダイエット。じゃあ自分 のでも自分のペースだよ、そしたら。シズ、お疲れ。で終わんないからね。だって朝早くに呼び出されて、こっちは、一生懸命やって、こっち行こうか。で怒られる。いや、びっくりした。なんかおかしいと思う。だって自分のペースでやっていいと思う。自分のペースで行けると。自分のペースって言うけど、だってさ、普段運動しないんだよ。それこそ走れとか言ってさ、ビューン言ってさ、走速くしろとか言ってさ、おかしいです。走りはおかしいって。で、なんか速さを言うのは違うと思う。速さって言っても別に指数遅いって分かってたけど、想像を下回りすぎて。はい、じゃあでも私は食事制限してるから別にいいもん。嘘です、頑張ります。ということで朝一呼び出されてランニングしていた。もう、いやでも私はもうついていかないです、もうちさには。だからこれからも一緒に走ろう。やだ、ジム行こう。ジムならいいよ。まあとりあえずこれを見てくれた方は分かったと思うんですけど、私は走れないっていう。現役の時も結局全然走れなくて、走らないで有名。でもまあボールは触れるから、まあ、出れたっていう。まあ、すいません、あ、叩かれろ。はい、ということで見ていただいてありがとうございます。よかったらチャンネル登録、またもう恥ずかしいって。よかった。これがいつ上がるかな、1月とかかな。できれば年内にあげたいけど、多分1月になると思います。とりあえず見ていただいてありがとうございます。また次回の動画で、週4ぐらいで走れるようにしましょう。次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ。